トロッコファミリー号。トロッコファミリー号は、1987年、昭和62年から2006年、平成18年までの毎年春から秋にかけて、飯田線の豊橋中部天竜間で運転されていた、東海旅客鉄道、J 東海のトロッコ列車である。1985年、昭和60年に、越南線で運転が開始された、清流長良号が、 翌年の長良川鉄道の第3セクターへの転換によって国鉄車両での運転できなくなったことからこの列車のために用意されていた車両を風光明媚な飯田線南部に転用し運転を開始したのが本列車である列車番号が8000番内の予定臨時列車として設定全世は3月から11月にかけての土日と祝日春休みや 夏休み期間は連日運転され、年間100日ほど運転されていた。しかし2001年、平成13年以降運転日は年々削減され、年間50日ほどの運転となっていた。全席指定の普通列車として設定され、指定券1枚で、控え車、普通座席客車と、トロッコ車両のどちらにも座れるシステムになっていた。運転開始当初指定券の発売は、 飯田線及び JR 東海の静岡地区の主な駅、東海道新幹線各駅の JR 東海の窓口に限られたが、1989年、平成元年からは全国で発売されるようになった。佐久間ダムや1991年、平成3年に中部天竜駅構内に開設された佐久間レールパークや観光に便利なダイヤが設定されていた。 トロッコ車両は豊川中部天竜間で乗車可能であったが豊橋豊川間は複線区間であるため列車のすれ違いの際危険であることからトロッコ車両には立ち入ることができないようになっていた沿線の自然を体感するための列車であることから普通列車よりも所要時間のかかる低速のダイヤが設定され景観の素晴らしい裏側 板敷川に沿う江ノのや温泉三河牧原間では特に低速で運転れた。列車の営業区間は中部、天竜までであったが、車両はその先の三作坊まで階層の上で折り返し作業、着回しを行っていたため、城西甲子長官の通称、渡らずの鉄橋をいくシーンなども鉄道、ファーに提供した。しかし、三作坊駅の業務委託化のため2001年、 平成13年から折り返し作業を終着駅の中部天竜駅で行うようになり、この区間の改送列車も廃止となった。豊橋駅とよ川駅東場駅、新城駅大会駅から本流しの駅三河、大野駅宇野屋温泉駅三河牧原駅、三河河河駅から東映駅から、浦川駅から中部天竜駅。運行開始当初は、 トラ9万系無外貨車3両、9万1388、9万1402、9万1818に18、簡易な座席と屋根、貫通路を設置したトロッコ車両を控え車をハフ46系、客車2両、2009万2027が挟む編成で、牽引機には、貨物営業末期の飯田線で、貨物列車を牽引していた、手重計ディーゼル機関車が当てられた。 1989年、昭和63年からは列車としての魅力を高めるため、往年の本線用急行旅客 KF58 系電気機関車が牽引機に抜擢され、同形式の胴体保存列車としての性格も帯びるようになった。JR 東海静岡運転所に所属する122号機と157号機が交代で牽引に当たり、この頃には、 容器が異なる塗色に塗られた122号機がどう色一色、157号機が青にクリーム色の全面警戒色ことも、あ、人気を集めた。1992年、平成4年からは、佐久間レールパークの生態保存機から胴体復元されたイギリス製で飯田線にも、円の深い ED18 系電機機関車2号機も、牽引機に加わり、 さらに魅力を増すことになった。同年には、被害者の冷房化を図るため、被害者のオハフ四46系1両12系、客車2両、すはふ1231、十二1278に置き換え、1993年、平成5年には、トロッコ車両の乗車定員像を図るため、パレット輸送用に持つ車。 マニ44型を改造した、オハフ17型を増備して、オハフ46型を置き換えた。これにより、基本的な編成は、中部天竜型からスハフ12オハ12トラ9万、3オハフ17となったが、トラ9万型とオハフ17型を分割使用したり、オハフ46型を被会車に使用したりするなどして、他線北部でもトロッコ列車を運転することができるようになった。 ちなみに、オハフ17型の17は、車両の性能を示すものではなく、稲地方を走っていることから付けられたものである。1996年、平成8年には、老朽化したトラ9万系の置き換え用に、オハフ17型が改造製作され、機械車がスハフ12系2両に変更された。この時増備されたオハフ1711は、 車端部が両方とも貫通構造となっており、被害者が電源装置を装備したスハフ12系2両となったこともあって、スハフ12型とオハフ17型各1両によるトロッコ列車南部、北部同時設定にも対応することとされた。この際4車種4様であった外反塗装を青をベースに窓周りクリーム色とし、腰板に、 金色で、セントラルジャパンデイルウェイのロゴを描いた、統一的なのに変更した。編成は、チューブ天竜型からスハフ十二百四スハフ十二三十一をハフ十七十一をハフ十七一となり、この編成で二千六年、平成十八年の運転終了まで使用された。牽引機は、二千五年、平成十七年八月に e d 十八二が致命的な故障を起こして、 運用を離脱し EF58 系の二両体制となったが、さらに EF58122 が老朽化により運用を離脱することになり、残る EF58157 だけでは運用がまかなえなくなることから2006年平成18年5月7日をもって運転終了となった。運転終了顧客車は美の大田車両区で旧車となっていたが、 2007年、平成19年11月5日をもって廃車となった。飯田線においては、廃止後こうした観光列車はしばらく運転されていなかったが、2010年、平成22年より本列車の実質的な後継者として、117系電車改造のジョイフルトレイン、トレイン117による、そよ風トレイン117が、 週末を中心に運行されるようになったものの JR 東海の構成者完全廃車の方針を受け2011年平成23年に運転を終了した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。